車に揺られ一生後悔するような出来事に泣きたいなのに涙も出ない。本当どうしたもんか、あととかだけ早く君に思い伝えしながら日々をこなし、現実と向き合う勇気もないままに、いいんだこれってまだ眠れてるし、きっと何かの運命、なんで大事な少し間に合わないんだろう、遠くで知った君の声聞こえなくなる、悲しみはずっとここにある、君と君が